はい、皆さん、毎度毎度。はい、コメント返しね。ムクシン先生ね。ありがとね、情報ね。うちは、そうだね。いつも12ミリばっかり使ってんね。おばちゃんパーマのデジタルはね。で、これから若い人来たらね、16ミリあったかな？あるよ。16ミリ、20ミリ、20何ミリまで。資生堂が15ミリでしょ？で、なんだっけ、大広の14ミリがあるんでしょ？その上が18ミリなんのかな？まあ、あんな1ミリ、2ミリの狂いはどうってことないかんね。まあ、20ミリもあるけど、あれは確かサニーブレイズのやつだったからちょっと重いんだよね。まあ、だからね、かける人が違うんだよね。若いロング系の人にかければやっぱり太めになるしね。うちはもうおばちゃんショートにかけてっかんね。でもほら、使う薬が酸性だからね。でね、かかったら怒られる人だからね。本当に12ミリでも、まあ酸性で、かかんないぐらいしかかかんないんだけどね。ちょっと薬強くしてね、毛先がカリッとかかるとね、あ、ちょっとかかりすぎたって言われちゃうのね。システアミンでおばさんパーマするときトッパ16ミリぐらい。これだからシステアミン付け巻きの場合かな？ 16 ミリね。そんでエレガンス系のおばちゃんパーマだったら、まあそんなもんだと思うよね。12でやったらぐるんぐるんになっちゃうもんね。ぐるんぐるんで良ければね、12ミリだしね。まあソフトな感じが良ければ16ミリだしね。この辺はもうお好みだよね。ロッドの太さはダメージあるなし関係ないです。温度設定、タイムで調整します。これちょっとね、経験値の違いでね、ちょっと うちはね、何とも言えないね、これからお勉強していくとこになるからね。ただし、健康ものバイヤーかかりにくそうな方は、クリームシステアミンをただ塗布するだけじゃなくて、しっかり揉み込みます。まあ、これはどうかな。まあ、個人的にはね、化学変化だからね、まあ、揉み込んだら入るような気はするけどね。液体なんかの場合はね、リキッド状の場合はちょっとこう、もちゃもちゃやった方が、その薬がそこにとどまってるからね、なんかやりたくなるけど、クリームの場合はね、揉み込むっていうかね、まあそこに付着してるわけだからね、まあ気分的にギュッギュッとやるって、なんかやった方が効くような気がするかもしんないけどね、科学的には同じような気がしないでもないよね。まあでもね、自分も多分ね、やるよ、同じこと。科学的にはどうかなと思うけど、やっぱなんかね、やりたくなんだよね。強いくせっけの子にさ、一液塗布すんじゃね？相手にもさ、なんかこう揉んだ方が染み込むかなって気はするよね。まあでも結果見ればね、揉んだとこも揉んでないところもね、大体同じにかかってるからね、揉み忘れたところもね。まあ美容師さんの精神安定剤みたいなとこあるかもしんないね。クリームタイプのシステアミンは縮毛矯正にも使ってるやつね。ヒーラーに聞いてもデジタルパーマ用の薬は売れてないっていうね。こそね、なんかわかんないシステアミンとかね、そういうのを流用してやってるみたいだよとかね。ちょっとわかんないみたいね。どこの店が何でやってるかね。とにかく、大広が出してるデジタルパーマの薬は売れてないと。資生堂のシステムキュールかなんかのデジタルパーマの薬も売れてないと。パイモアの薬も売れてないと。だからね、各ね、美容師さんね、どっかの薬使ってね、やってんだろうね。まあ多分だから、システアミン使ってんだろうね。まあ健康毛の人はね、ふんわりかかるのかな。まあカリッとかかるのはやっぱりね、縮毛矯正かけて傷んでる人なんだよ。縮毛矯正かけてね、まあよその店でね、デジタルかけてきてね、ほんとカリッとかかってんだよね。濡れた時と乾いた時のダレがないんだよね。あとはね、もう付け巻きデジタル版に関してはね、もう演出、もうお客さんが満足してくれるのが一番。やっぱりね、デジタルパーマの機械使ってくれなくちゃ口がへの字になっちゃうかんね。持ってないの？この店なんて言われちゃうかんね。それこそね、コーヒーのね、沸かし直しじゃあそこの店って言われちゃうよね。あ、あと、ロッドの太さはダメージあるなし関係ないですって書いてあるけど、またこれ後で、コメントが足んなかったって、なんか書きそうだね。薬変えてるよね。ムクシン先生はね。補足しとく。文章書かせるの申し訳ないから。多分、薬も変えてんでしょ？ね。これ、ただ、文章が足んなかっただけで。もう先読みしねえと。システアミンね。どこのメーカー使っても大差はないですって。まあ、大差ないだろうな、システアミンね。薬事法の範囲内で作られてんだからね。化粧品枠でね。この中でね、ハードとかソフトとかね、ペーハーがどったらこったらって書いてあるけどね。あと最近ね、ロレアルうち使ってんでしょ、パーマ液。デュルシアアドバンスの F の1と F の2、一番強いやつと2番目だよね。その差がね、ちょっと大きいんだよね。一番強いやつはもうカリッとね、本当に強くかかって嫌われるぐらいかかっちゃうんだよ。で、2番目がブロー用で取れやすい。ちょっとその中間部分ぐらいが欲しいんだよね。だからもう次からパーマ液混ぜて使うようかなと思ってんだけど、ちょっとね、ロレアル、一番強いのと二番目の差がありすぎて、その中間が欲しいっていう感じ？ねえ、そういうことを考えてるとね、
日本人の毛を一番知ってる？ミルボン？ロリアルとかウェラじゃなくてね。この前ライブしてる時誰かがなんか言ったよね。なんとかっていうパーマ液ね、5つのステップがあって、ちょっとホームページ見て調べたんだけどね。ミルボンのフォルティッシモ？なんだっけ？違ったっけ？ミルボンの格好ばっかりつけてね、パーマの強さがわかんないんだよね。で、うちが求めてるのは今回ね、カーリー用のなんだよね。カーリー、そば重用のパーマ液ね。いちいちさ、パーマ液混ぜて作るのめんどくさいんだよね。頭使うのね。80cc 使いたいのに2対8とかさ、計算したくないよね。ああ、まあそういう時は20の60にすりゃいいのか。ねえ、割り切りがいいとこでね。ほんでもちょっと足んねえとか出てくるとね。10cc 足んねえよとかね。また計算して作んなきゃいけないし。ね、余ったらどうすんの？したら捨てるしかないし。だったら最初から完成品ってのあればね、それなりのね、ちょっとミルボンね、調べてみようね。はい、お疲れ様でした。